はい、やってまいりました。川崎大師駅です。今日は節分ということで行ってみましょう。川崎大師に到着しました。今後ろに見えているのが新都会館。さて、豆まき会場こちら。いいポジションをゲットしました。2列目です。にいた方とお話ししたいと思います。何個くらい取る予定で。もう袋がバッチリ準備されていますね。この袋いっぱいに服を呼び込むということで、はい、素敵な、平松さんちょっとお届けいたしました。もらうのはデビさんか神田野さんの前かなっていうところで、いいポジション取りをされていらっしゃいます。なんか読まれてるのが恥ずかしい。ありがとうございます。もう笑顔の素敵な平松さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。1列目ゲットできてますけど、豆まき何個取る予定でしょうか。10個。目標10個ですね。服が来ますように。ありがとうございます。クマさん見て、お姉さんのクマさん。ただいま川崎大師節分へご参加の年男年女の行列が特設会場に入場してまいりました。ですね、全て手作りで行っております。工場生産のところが多いんですけれども、ここは手作り一枚一枚でやっているのがポイントです。うちの家族はいつもこちらで購入します。戦績を発表したいと思います。1、2、3、本当は10個取ってたんですけれども、お隣にいたおばあちゃんが取れなかったねってすごい泣きそうになってたので、1個服をお裾分けしてきました。イエイ。ということで、人にいいこともしましたし、10個取れたし、私はいいことがあるんじゃないかと思います。そしてお豆は普通のお豆バージョン、節分限定のお札が入っているバージョン、川崎大師、あ、わかんないか、川崎大師、そして開運お守りが入っているバージョン、見えるかな、よいしょ、そしてキャラメルが入っているバージョン、4種類あります。あ、豆出ちゃってる。ということで4種類全部ゲットできましたので、皆様にも福が訪れますように。